Welcome to Gundam Rain. どうも、シリュウです。マスチケしたハンブラビと、こいつ、ガンヘッドですね、ガンダムヘッド。まあ、ガンダムヘッドは非常に使いやすい機体なので、マスチケしてみました。ビルドアップ期間ということでね、ジオンはどうしようかなっていう。バウの、なんだっけな、あいつが出ないって言ったら考えましたけど、入んなかったんで、量産型か。拠点を占領したわ。指揮官から指示が届きました。やった、いいものが手に入った。これでお別れだね。減るなーってか、ビームミサイルですね。回収完了だ。すまないね、退避させてもらう。指揮官から指示が届きました。やった、いいものが手に入った。私も遠慮がないね。優しくしない。さすがに緊急来てる。戻ります。どこ戻ろう。6狙いです。退避します。あんま6でぐじゃぐじゃやるのも好きじゃないんだけどね。6でやるってなると6でやるデッキになるんで、例えばね、バズーカ系であったりとか、6号機とか、まあ7号機か、7号機とか、ジオンだったらガラス系であったりとか、範囲に強いっていうんですね、まあ、そんなデッキじゃないんで、あんまりなんかごちゃごちゃしてるのはあんまり好きじゃない。そのジャブロの時からそうですね、ジャブロの北でやってる時からあんまり好きじゃない。指示が届きました。これ広く使いたいですね、私は。エンジンが温まってきたかな。調子抜けだね。指示が届きました。同然じゃないか。ねえ。これ会長、会長。ふう。怖い怖い。私も爪が早いな。よし、これじゃ素人同然じゃない。いい感じだっす。指揮官から指示が届きました。こっちも早いんじゃないか説。いや楽しいね、これ来たらね。あなたより私の思いの方が強かったの。楽しいね。やべえな、なんか来てんぞ。指揮官から指示が届きました。これで武器がないぞだったら、まあ、ただね、この移動が本拠地に行きやすすぎるっていう点があって、まあ、それはちょっと問題であるとしてあるんですけどね。白衛戦で使うんで超楽しいんですけど、対本拠地性能も高すぎるからちょっと問題されてますね。ダッシュがあるんだよな。お、全然見えなかった。
指揮官から指示が届きました。何ですかこの出戻り君。まあ、2600っていうアーマーは低いわけではないんですけどね、決して低いわけではないです。あ、コンテナ持てないです、拠点を制圧したぞ。指揮官から指示が届きました。いいわ、いかがかしら。やっぱ向いてる方向にしか行けないの、実は、やっぱ向いてる方向に行くんだな。任務遂行中です。あ、なるほどね。ちょっと旋回してからだとそっちに行けない。なるほど。首も振っちゃうね。指示が届きました。自軍本拠点 C が攻撃されています。いただきだ。痛かった。さすがアクトザクレベル5でしょ。痛いね、火力が。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。これこそこいつ使い捨てますわ。使い捨てで良いんです。 B3 B3 です。瞬間火力にかけんでっていう。D 式イノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復します。出撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。呼吸器が破壊されました。あ、壊されちゃったな。ロック取らないとね。今は使ってて楽しい機体がいろいろと連邦にいてですね、まあ、ジオンは使っていて楽しいっていうか、使っていて楽しい機体はたくさんジオンの方が多いんです。ただその使える戦場がない。基本しんどすぎて、という状況。修理しましょうか。使っていて楽しい機体はあれ以上にたくさんいますよ。だけどそれを使える環境下にないんですね。なんか、うん、全然ないです。防衛をお願いします。優しくしない。ありがとう。回収しなきゃ意味ないわ。骨とまた散った。俺踏んでるカードが少なすぎんだ。もう一つ上の方がいいんでは。まあ4取ろうって話でしょう。もうちょい欲しいな。敵軍ビーコンが発見されました。破壊してください。敵戦艦ビーコンを破壊しました。これじゃ素人と同然じゃないか。いや、素人やるならいいよね。うん、こちらの限界値はまだまだ差し出ない。気が付かないもん。即死しました。あ、6を取ろうってとこ。これ4かと思ったよ。よっしゃ。今度はこっちの番だからね。イノフスキー粒子の減衰。メーターが回復しました。これじゃ素人同然じゃないか。残念。
撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。割と長生きするんですよ、あの子。指示が届きました。ね、すごく地味ですけどね。すごく地味です。超楽しい。これでお別れだ。背中はさすがに痛くはしないからね。どちらが優勝だ。そんなスローテンス全滅よ。おー、あとけん撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。指示が届きました。宇宙兵されてる。トリスだ。自軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。トリス半分。僕は死んだ。チャンスな。しかも F。敵のミノフスキー粒子散布により、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。味方に朝取るよ。さあ覚悟。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差で。射撃も生地できるからやろうと思うんですけど、まあ、格闘なんですよね。格闘機体ですから、そこを勘違いしないようにしないと。もったいない。だからこういうことになるんですよ。射撃戦をする機体ではないんですけど、したくなっちゃう。性能いいから。出撃する機体を選んでください。ちょっとここさ、指揮官行くよ。指示が届きました。そこ出れない。そこ出れないで。調子抜けだね。これじゃ素人と同然じゃないか。ミノフスキー粒子が減衰、レーダーが回復しました。すまないね。退避させてもらうよ。もういい気にさせるなよ。さあまだ7分は。なかなか展開が動きますね、このマップは。なんか両軍も招待での参戦が基本ってなってますね。ジオンだろうが連邦だろうが、ソロが本当にしづらいです。なぜならなんかやっぱりその招待ベースでこうしようっていう動きがあって、リックリアス早いな意外と。さらにできるようになったな。敵それジオンでもそうなんですけど、なんかもうノラでやるゲームじゃなくなってきてるのが残念ですね。気軽さが全くないです。局地戦みたいな、うん、言ってしまえば曲線みたいに、大規模戦曲線みたいな。あれも結局招待ベースのゲームになっちゃったんで、ノラが参戦しづらいってなったんですよ。まさにそんな感じですかね。しんみりと。あ、またビーってる。あー、これは相当削られるぞ。よう入るな。指揮官で指示が届きました。レーダーないよ。そういえばねえんだ。そういえばなかった。今気づきました。そう、レーダーね。瞬間1機しかない。銃撃多い。28で30キルってどういうこと。俺教習4機だぞ。いやー、28ちょっと引くわ。この数字半分以上。35分の3ですよ。ちょっと低く数字ですね、この数字は。こんな多いんか。敵も玉ねぎだらけですけど、言うて玉ねぎだらけですよ、このゲーム。玉ねぎと今は銃撃時代ですからね。マップもそんな感じですからね。
あ、惜しい。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。自分本拠点 B の耐久値が残り 30% を切りました。まあ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 仕方なし。すごい、これは相手からすると俺通りやすいなって。いや、28はちょっと私の中で衝撃ですね。衝撃の数字。いや、どんだけフラマーですよ。ほぼ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 っていうわけじゃないですけど、ほぼフラマー多いと思うよ。まあ、ジオンもそれだけ玉ねぎと濃いんですけど、私玉ねぎどうも合わなくてね、玉ねぎ合わないです。あいつは受け機体ですからね。結構積極的に攻める機体ではないんですよね。足遅いですし、あとジャンプ力がないのは、そこがちょっとギガは結構なんだかんだでジャンプ力あるんですよね。天然差は結構あります。うわー最低や。盾が発動してるように見せかける技だこれ。あ、ずれた。美しいものにはトゲあると申しますか。すまないね。お気をつけください。スコットス、補給機が破壊されました。自軍戦艦に指揮官から指示が届きました。敵軍戦力ゲージが残り 30% を切りました。敵艦を破壊しました。に成功しました。やった。さあ残りどういう展開でしょうか。これは作戦時間が残り3分を切りました。自軍本拠点 D の耐久値が残り 10% を切りました。わあ、ツヌディアスは怖いわ。遠慮がないね。優しくしない。今度はやはりかたし、生き残るんだみたいな感じですね、今の。これでお別れだね。敵が2体、敵が3体、やばい、あぶねえ。自分戦力ゲージが残り 10% を切りました。あんたも運が悪かったってことだね。お前がチャーバーゼーフ減ったな。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指示が届きました。私にも手伝わせてください。ちゃんと格闘打ちましょう。こいつは格闘やるんだったらまだビリビリからね。まさに命知らず。宵の虫の名食に赴くが如し。やった、いいものが手に入った。おお。指揮官から指示が届きました。イノスキー粒子の原石あぶれたちが諦めなしました。どうしたって最後まで諦めないよ。今チャンスのが見えてますわ。ちょっと緊急会議でした。自軍本拠点 C が攻撃されています。6取られるな。意外と長い直撃だと。落ちようかなと思ったんですけど、さすがにちょっとって感じ。作戦は失敗です。面白いですね、ハンブラビア。そして地味に楽しい。
ガンダムヘッド結構好きです。私は結構好きです、ガンダムヘッド。ガンダムヘッドいいと思うんですけどね。なんかやれることが多くて、スナイプみたいのもできますし楽しいですね。イメージ撃が 81% 初めて見た。8割、本拠地殴ってないのにあそこまでゲージ減らしてるってことですからね。8割ですか。相手が突っ込んできてたってのもあるのにも8だから、本拠地殴ってなかったらボロ勝ちだったってことですよね。すごいすごいゲームになってますね。もう保衛戦は完全に連邦、もうだから本拠地を殴らないとジオンはどうしようもないっていう。だから今回はジオンらしさが出た、ジオンが勝てる唯一の道を示した感じですね。そんな感じになりました。私はもうなんかハンボルビが、ハンボルビと今ガンダムヘッドですかね、割と楽しい機体を使っております。マーク3、マーク2も結構楽しいです。はい、そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。